マドリーサコ、久保は売却すべきではなかったと嘆いている模様。9月17日に開催されたラリーガのライゴスで、首位のレアル・マドリーは久保建英が所属するレアル・ソシエダとホームで対戦。2対1で逆転勝利を収めた。だが、オフに久保の正確なラストパスからアンデル・バレネチアに先制を許すなど、フルス対戦となった日本代表 MF に次々にチャンスを作られた。オフサイドで取り消された11分のゴラスは認められていたら、全く違った結果になっていたかもしれない。とりわけ前半に翻弄された久保は、周知の通り2019年から昨夏までの3年間、マドリーと契約を結んでいた。だが、EU 圏外選手枠の問題もあってレンタルに出し、一度もプレーさせずに手放す形になった。そのためマドリーの公式 SNS には、ファンからは、久保の放出は間違っていた。彼を失うべきではなかった。一人でマドリーを圧倒している。久保はなんて選手だ。久保を抑えるためにクロースを使うとは思わなかった。久保はマドリーに彼を売却したのは間違いだったと示した。彼は右ウィングでは本当に素晴らしい。久保はすごいな、といった声が寄せられた。昨シーズン、ようやく毎期変わるレンタル地獄から自分のスタイルに合うチームに移籍して結果が出たわけで、本人は当面移籍よりこのチームで CL やリーグ戦で結果を残して数字を積み上げることしか考えてないだろう。お手本になるシルバがいたソシエダだったからこんな良い選手になったと思う。もともとのポテンシャルも高いけどレアルに残ってたらこの成長はなかった気がするな。レアルは間違ってないんじゃなかろうか。レアルを出たからこそ今の活躍があるだろうし、何より今の状況を想定して売却オプションみたいなのつけてるんでしょう。戻ったとしても結局マルティンみたいにチームに合わず新天地で活躍しそうな気がする。今はアーセナルでキャプテンやってる。デボーに似たパターンになりそう。あの選手もレアルからレンタル修行を重ねてソシエダで開花した。久保はラリーガが合っていると思うけど、プレミアでの久保も見てみたいな。今レアルに戻ってもアンチェロッティが使うとは思わない。バルセロナに行った方がいい。登録されるかどうかわからないクラブの方が嫌だろう。毎日サッカーに関する動画を投稿しています。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。